皆さんどうもこんにちは、シュメルです。今回はですね、批判覚悟でソニーのエクスペリアエースは絶対に買ってはいけないスマートフォンという件に関して話していきたいと思います。実機をまず見てもいない、触ってもいない、で実際にね、スペックとかそういったのオンライン上にあるその情報でしかね、この端末に関してその調べてはいないんですけれども、それでも十分すぎるぐらい僕からすればね、批判する根拠があります。なぜかというと、もう本当にね、エクスペリアエースはね、信じられない低スペックでありながら 48,600円というね、信じられない高い価格で売り出してるっていうことが現実にあるからです。なぜね、信じられないほどの低スペックかというと、エクスペリアエースの搭載しているその処理能力のチップがね、スナップドラゴン630というそのミッドレンジ用のスマホのチップセットなんですけれども、これはね、2017年5月9日に発表されたチップなんですよ。つまりね、もう発表されてから2年以上経ったチップセットを積んでるわけなんですね。で、それなのにもかかわらず 48,600円というね、非常にこのスペックとしては考えられないぐらい高い価格設定で売り出してるわけなんですよ。アンツのスコアはね、 9.0 万点で、これはね、価格 .com マガジンより引用していますけど、2019年のミッドレンジスマホの観点としてはありえないぐらい低レベルですよ。もう本当にありえないぐらい低い。もう10万点を下回るスマートフォンなんて、2019年では絶対に買うべきじゃないと思ってます。で、僕なら絶対にね、誰にもお勧めしません。友達が、このスマートフォンどう思うって聞かれたら、あ、もうその処理能力がもう全然ダメだからやめた方がいいってすぐに一言で言い切れます。もちろんね、処理能力がスマートフォンを語る上で全てではないっていうのはね、もちろん重々承知してます。で、ただね、このレベル、10万点を切るようなレベルだとそうはいかないんですよ。フラグシップレベルであればね、ある程度のその処理能力があれば、かなり何でもスムーズに動きますけれども、ミッドレンジスマホだとね、やっぱりこれは死活問題ですよ。普段ね、スムーズに使えるかどうかとしての。で、10万点以下っていうのは本当に低スペックなので、もう全くおすすめできないですね。特に2019年の現時点では。で、それ以外ね、RAM が 4GB で、ROM が容量が 64GB で、あとは 5.0 インチの LCD スクリーンとね、5万円弱で買えるようなスマートフォンとしては全くもって競争力のないスマートフォンだと思います。一応ね、主なスペックに関して詳しく見たい方はね、こちらをご覧ください。批判ばかりするのもあれなので、せめていい点を挙げるとすれば、防塵防水がね、ミッドレンジスマホですが IP65、68 と完全防塵防水ですし、お財布携帯使えます、マイクロ SD 使えます、イヤホンジャック使えます。こんな程度ですよ。もう本当にね、その程度のスマートフォンでしかないんですよ。いい点に関しては。僕がね、一番理解できないのはやっぱり価格設定ですよ。これだけの低スペックでありながら、48,600円とね、発揮種はミッドレンジスマホの中でもこう、中ぐらいの、ミッドレンジスマホ相応の価格帯で発表してるんですよ。発揮種ってね、スペックからすれば、このスマートフォンはね、半額の2万5千円程度ですよ。実売価格で売ったとしても。なぜこんなに高額な価格設定を取ったのかっていうのは、もう本当に理解不能です。デザイン性に関してはね、古いと思いますが、これは個人の見解なので、なんとも言えないですけれども、やはりね、それでも2019年のそのデザインの観点からすればね、やはり旧態以前のスマートフォンのデザインですよ。もちろんね、エクスペリアのデザイン性を踏襲してるっていうのであればね、それはそれで理解できますけれども、僕的にはこれだけのね、ベゼルの太さっていうのは2019年のミッドレンジスマホでは受け付けられないレベルだと思います。カメラもシングルレンズですし、確かにシングルレンズだからといって悪く言うわけではないですね。ピクセル 3A もシングルレンズですから。ただ他のメーカーっていうのはね、この価格帯でレンズをね、3つとか4つとかつけてくる時代ですよ。なので、そういったものにね、対抗できるぐらいのそのシングルレンズの良さがあればいいですけれども、僕が調べた限りそうではないんですよね。なので、やはり僕からすれば、このエクスペリアエースを買う理由っていうのは、もうカメラだけで買うっていう風にはならないと思います。で、価格に関してね、48,600円と言いましたが、実はこの価格は、Google の Pixel 3a と全く同じ価格なんですよ。で、
この価格帯で、この価格で、この低スペックで Pixel 3a に対抗できるわけがないじゃないですか。だって今ね、Pixel 3a のスペック載せますけれども、まずね、Snapdragon 670といって、630とは比べ物にならないぐらい、処理能力が高いわけですね。まあ、個人的には Snapdragon 670の処理能力でももう本当にミッドレンジスマホとしてはギリギリかなっていうぐらいですよ。2019年のミッドレンジスマホとしては。ただ、それでも、7万点近く、うんと処理能力高いわけですね。で、まあ、あとはね、もう言う必要もないですけれども、カメラはフラグシップ級にすごいですし、スピーカーもいいですし、OS もストロックアンドロイドでね、3年間のアップデートがついてますから、本当にその処理能力以外では一流のその、まあ、サポートというかね、スペックが置かれてるわけですよ。そんなものにね、Xperia Ace が対抗できるわけがないんですよね。それだけでなくてね、以前の動画で A30、Galaxy A30 を僕なら買わないという動画で、A30 取り上げましたけれども、Xperia Ace とね、Galaxy A30 見比べたらね、もう本当に A30 が輝いて見えるぐらい、Xperia Ace のその、価値っていうのは低いです。世界のミッドレンジクラスの競争っていうのはね、もう生半可じゃないわけですよ。今、シャオミとか、ファーウェイとかがね、本当に5万円もしない価格で、フラッグシップ級のものをね、積んだスマートフォンを出して、シェアを奪い合ってるわけですよ。多くの日本人っていうのはね、中国企業のスマートフォンをバカにする人も結構多いと思いますけれども、むしろね、中国ブランド、シャオミとか、ファーウェイとか、彼らの方がね、もっと真剣にそのミッドレンジスマホの開発とか、シェアを獲得する市場競争にね、真剣にアグレッシブにチャレンジをして、挑んでるわけですよ。で、ソニーはなぜ彼らのようなその姿勢を見習わないのかっていうふうにしか思えないです。Xperia Ace がこんなね、低スペックでこの価格で出してくるっていうことはね、日本のユーザーを舐めてるとしか個人的には思えないです。だって世界ではね、これだけのこのハイスペックで、低価格で、勝負をしている各メーカーがね、いくつもあるんですから、そういった中でね、Xperia Ace がこのように批判されるのは、本当に僕からすれば当然の、報いというかね、当然の結果だと思ってます。最後にまとめになりますけれども、今回、Xperia Ace に関してね、こういったネガティブな批評をすることになってね、個人的にも残念ですし、ソニーを、まあ、心のどっかで日本の企業としてね、応援している身からするとね、こういった端末を出してくるっていうのは本当に残念でなりません。でもちろんね、私が残念に思うだけでなくてね、実際にもっと悲惨なのはね、ソニーを信頼して、ソニーのブランドを信頼してこの端末を購入してしまうユーザーですよ。でソニーはそういった人たちを最終的には価格とスペックで裏切ってるんですよ。そこが僕がソニーのメーカーとして一番その残念というかね、もっと真摯にユーザーに向き合ってほしいなというふうに思ってます。だからソニーにはね、もっとちゃんとね、スマートフォンの開発とか、製造をね、真剣に考えてユーザーのことを思って、そしてユーザーのことを考えたその価格設定で売り出していってほしいなというふうに僕は見ています。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回はね、結構ネガティブな、見解になってしまって申し訳ないですけれども、もしね、興味があれば、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。